ボルゲーゼ公園のシエーな広場アスクレーピオスの神殿は19世紀に純粋に景観の一部として建設されたものである。イングランドのウィルトシャーにあるストーヘッドの湖の景観に影響を受けている。ボルゲーゼ公園はローマにある80ヘクタールの広大なイギリス式庭園で、その中にはボルゲーゼ美術館などの様々な建築物も立っている。ローマでは ドリアパンフィーリ公園に次ぐ2番目の広さの公園である。もともとは、現在ボルゲーゼ美術館となっているビラボールゲーゼ、ピンシアナの庭園として造営されたもので、17世紀に、数奇教シ筆ピオネボルゲーゼの構想をもとに建築家、フラミニオ・ポンジオが造営した。本来は、ボルゲーゼ教のローマ近郊のビラであり、美術コレクションを収める家として建てたものである。 庭園自体は19世紀に大きく改修されている。1605年、数奇教師ピオネ・ボルゲーゼが、それまでブドウ畑だった場所を、ローマ史上最大の庭園にすることを決めた。そのブドウ畑の場所は、共和制ローマ後期に有名だった、ルクルスの庭園があった場所だった。19世紀になると、自然な景観を生かしたイギリス式庭園に、作り替えられた。 ビラボルゲーゼの庭園は長い間、非公式に公開されていたが、1903年にローマの自治体が買い取り、正式に公園とした。このイギリス風の自然公園にはいくつかのビラが含まれている。スペイン広場の階段を登っていくとこの公園に向かうことになるし、ポポロ広場からこの公園の南の一部となっているピンチョの丘に入ることもでき、こちらはローマを一望できる。 この庭園にあった17世紀初期の欄干が19世紀後半にイングランドに持ち去られ、1896年にバッキンガムシャーの大邸宅、クライブデンハウスの敷地内に設置されている。2004年、この欄干でイタリアのキセルガイの一種が見つかり、イングランドで100年以上も生息していたことが判明した。ディエゴ・ベラスケスの描いたビラメディチ、ありがとうございます。